私からは教科書の検定についてまず一言申し上げたいと思います。昨日ですね、検定教科書が公表されましたけれども、まず1点、領土についての記載をですね、基本的にすべての教科書がやるという方向性で、実際に非常に増えているということについては、これは評価できるというふうに思います。ここは国民全員が共有すべき情報だというふうに思いますので、これまで不十分であったところが、これは指導要領の解説などによって改められた点、ここは評価できるというふうに思います。その一方で、さまざまな記述を見てますと、指導要領の改定がですね、非常に短期間になされた影響だというふうに思うんですが、教科書の記述の幅がかなり狭まったなという印象を受けています。で、我が国が国定教科書ではなくて、検定という形でですね、教科書の多様性を認めているのは、これは私は生徒としては非常にバランスの取れたものだというふうに思っておりますので、あたかも教科書が政府候補のように、なるのであれば、それには非常に私は違和感を覚えます。ですからその部分についての例えば、教科書も大事ですけれども、副読本などを通じて子どもにとっては多様な考え方に触れるという、そういうやり方もあるというふうに思いますので、この教育の多様性であるとか、多様な選択を認めていくという制度自体が揺るぐことがないように、我々としてはしっかり見ていきたいというふうに思います。はい、私から以上です。それでは、質疑が入ります。質問のある方は挙手にてお願いいたします。マイクが回りますので、会社名とお名前をおっしゃってから質問に入ってください。ではよろしくお願いします。 NHK の渡辺です。はい、お願いします。発言の関係なんですけども、はい、今指導要領の改定が短期間になされた影響だと思うが、記述の幅がかなり狭まったと。具体的にはどの辺にそういうことを感じていらっしゃるのか、安倍カラーがですね、レアと言われているこの検定とかありますけれども、この辺を少し具体的にお願いします。全ての教科書、まだ私読んだわけではありませんので、報道などを通じて接している情報に限定をされますので、個別のことについて今私の方から申し上げるという状況ではないと思います。1点だけ申し上げると、教科書検定の中身で言いますとですね、検定というか検定基準ですね。検定基準で申し上げると、これは平成26年の1月になされたものですけれども、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解または最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がなされることというふうに書かれているんですね。ですから、閣議決定というのも相当数もあるわけですし、さまざまな分野もあると。さらには時の内閣によって閣議決定というのはできるわけですから、ある意味政権の意向というのは短期間で反映される可能性もあると。そういったものについて教科書に、こういった形で記述されることと、ここまで強く書くのが日本の検定制度においていいのかどうかということについては私は疑問を持ちます。ですから個別にこの部分がというよりはね、その辺のやっぱりこの検定教科書というものが持つね、いろんな多様な考え方を認めていくと。で、子どもたちにいろんな、考え方であるとか情報に触れさせることによってですね、それぞれの考え方を確立をして、いくことを教育としての、方向性として守っていくという考え方自体をややここは、何て言いますか、考え方として、変えることになる部分なのではないかということで申し上げました。他ございますか。経新聞の山本ですが、はい、今の関連なんですけど、その幅が狭まったというのは、その個別の内容ではなくて、その制度というか、そっちのことをおっしゃってるといういや、結果としては、出てきたものの幅が狭まったという趣旨で申し上げました。で、幅が狭まった理由としては、まあ、こういう検定基準の変更というのがあったのではないかということですね。まあそれはね、教科書を全部しっかり読んだ上で言うべき話でしょうから、報道で私が把握している情報の中で申し上げる話じゃないと思いますので。他ございますか。すみません、もう一度関連なんですけども、はい、その教科書が、領土についての記述を増やしたことによって、韓国、中国が反発しておりますけれども、こうしたその一連の、安倍政権下での領土をめぐる周辺国との意見の、対立が表面化してきていることについて、この今回の中韓の反発も含めてですね、70年の談話にも一気につくと思いますけれども、どう見てらっしゃるのか、民主党としてはどうすべきと考えているのか。具体的には尖閣であるとか、さらには竹島ですね、そしてやはり北方領土というのが極めて重要になってきますけれども。そのそれぞれの領土としての、日本が、しっかりとこの正当性を主張するということについては重要だと思います。で、その時にやはり国民的な理解というのは必須ですよね。で、この部分については私はこれまでの教育の中できちっと教えてこなかったことは問題だというふうに思います。ですからそこで我が国の国民がしっかりと認識を強要するということについて、他国にももねる必要はないと、しっかりやるべきだと思いますね。その上で、力による現状変更は、これは認めないというのが、もう今や世界の、スタンダードにもなってますから、さまざまなその外交的な場面で、どう現状を打開していくのかという努力は、それはそれでしっかりやるべきだというふうに思いますね。質問ございますか。日経新聞の中で、国会連盟の方で今週中にも予算の方が自然成立を待たずに提出に通したって、今後論戦の舞台が各委員会にしていくわけですけども、政策内で与党とですね、どのように対峙したりとか、議員等などより検討されていると思いますが、大物としてはやはり労働法制ですよね。残業代ゼロ、さらには一生派遣、そういったものについては完全な対決法案になりますから、そこが一つ、我々としては山になるだろうと見てます。あとは安全保障法制ですね、4月の半ばに出てくるというふうに承知をしてますが、まだ全貌が明らかになってません。で、ちょっと政府側の動きを見てるとですね、それこそ周辺自体の概念も外すと、一方で航空法も作る。そして自衛隊法も改正して、集団的自衛権も一部認めていくと、焦点が定まらないような感じがするんですよね。ですから、そこはどういった法案が出てくるのかと、相当しっかり見極めた上で、我々としては対応しなきゃならないと思います。単に批判するだけではなくて、我々としての考え方も提示をしなければならないというふうに思っていますので、今、調査会でしっかり精力的に議論して、我々としての考え方をしっかりまとめられるように努力したいというふうに思います。ございますか。よろしいですか。政策の話ではないですか。いいですよ。そうですね。維新の党として、きちっと党のルールに基づいてやっておられるということなんでしょうから、処分そのものについて、私の方から、特段コメントはありません。ただ、ちょっといろんな情報を見てまして思うのは、どの部分が問題で除籍という形になったのかというのが、今一つ明確でないので、そこは上西議員もそうですし、維新の党の側も説明をされるべきだと思いますね。特に比例区で受かっている議員さんですので、より党としての責任が重いと思うんですよ。で、除籍ということになって、党を離れる場合は、本来的にはそれはもう議席も本来は返上すべきというのが筋ですからね。ただ、これは国民が比例区であっても、現状の制度においてしっかりと選んだ人ではありますから、そういう話になってくると、非常に大きな話なんです。上陣が最近終的にどう判断するかということももちろんありますけれども、筋としては今、私が申し上げたような話になるので、非常に重たい話なので、そういう重たい話なんだということを踏まえて、きちっとどの部分が問題なのかということを説明をされるのは、これはぜひやっていただきたいし、国民の皆さんもそれを求めておられるのではないかというふうに思いますね。ございますか。すみません。政策の関係なんですけれども、民主党で先日これは中小企業のですね、社会保険料を、はい、新規に正社員に雇用した場合には、助成するという形で、統一地方選を睨んでですね、人数が高いということで、政策の柱にしようという動きがあると思うんですが、その後、その法案どうなっていくのか。それは統一地方選も実は始まってますけれども、その中で、果たしてどこまで十分訴え切れているのか、今後、この法案を民主党としてどういうふうに育てていこうと思っているのか、その辺のですね、改めて、はい、私も連日、統一地方選挙の応援に入っているんですね、昨日は長野、かなりの選挙区もありましたし、その前は岐阜、で今日はこれからNC が終わった後に愛知に入ります。でそこでできる限りその中小企業の社会保険の負担を軽減するということについて訴えるようにしています。すでにチラシの中にですね、書いてますので、そこはしっかりそれぞれの候補者なりですね、民主党の国会議員が訴えをすることはできているというふうに思いますね。で今日はNC で議論をします。ですから、大きな方向性についてはすでに財金部門やですね、厚労部門、経産部門というところでコンセンサスが得られてますので、あとはできるだけ早く成案を折るように努力をしたいというふうに思います。はい、他の方。はい。安保の話に戻るんですけれども、今調査会の方で各テーマごとに見解というのが個別に出されて、でこれから法案対応するということになると思うんですが、現時点で法案として出すあるいは修正ということが決まっている範囲というのを教えていただきたいのと、やはり基本的には政府の法案の全体像が見えてから、具体的な対応を政調とかNCとしてはしていくという感じでしいのか。法案対応ということに関して言うと、やはり政府案が出てこないとなかなか難しい面があると思いますね。で、我々としてどう構えるかというのは、すでに決まっているものもあります。例えば領域警報ですね。これはもうすでに政策として、了承しましたので、提出もしたのかな。まだしてない。してない。昨年提出した法案ですので、もういつでも出せる状況になります。でその他のことについては、考え方はしっかり当然まとめるべきですが、法案対応ということになりますので、どういった形で個別にやっていくのかというのは、少し政府の動きも見ながら判断していく必要があるというふうに思います。ただ、いずれにしてもね、とにかく民主党としての考え方をできるだけ分かりやすく国民にお示しをする必要があるというふうに思いますので、そこはしっかり責任を持ってやりたいと思います。他ございますか。たびたびすみません、この週末に行われた沖縄県の小長知事と、官房長官の会見に関してなんですけども、これまでの会見の中で細野政調会長としては、まずあるということをおっしゃってました。それが一応実現したんですけれども、結局結果は平行線のままで、でまあ粛々とという言葉は使わないということを長官も言っておりますが、今回のこの会談の受け止めと、それから今後この平行線が続いている中でどういうふうに打開していくべきなのか、民主党としてどう考えているのか、一言で言うならば遅きに失したと思いますね。ですから、何ヶ月経ってるんですか、3ヶ月か4ヶ月経ってるんですか、11月、推薦、もうでも、数ヶ月は経ってますよね、ですから、もう沖縄の世論で圧倒的な勝利を収めた尾長知事ですから、当然、早期に会うべきなのをここまで引き延ばしたということについては、もう一言で言うと、あまりに遅いというふうに思います。ちょっと一部にですね、沖縄の側も選択肢を出すべきだというような議論があるようですが、これは私はおかしいと思いますね。沖縄の皆さんが望んだ形で米軍基地があるわけではありませんから、しかも国の外交防衛上の政策に基づいて基地が置かれているわけですから、それについて選択肢を示すのは政府の側の責任だというふうに思います。ございますか。よろしいでしょうか。取れた、ちょっとつけた方がいい。すごいとこ取れるね。IR の方についてなんですが、統一地方選後にももしかしたら出てくるということなんですけれども、これは IR の方について民主党としてのスタンスという考え方を取りまとめる考え方。これまでも何度かですね、ヒアリングなどをしてきてますが、議論しなきゃいかんと思いますね、一言で言うと。ですから、当然いろんな問題もあるでしょうし、一方で観光振興であるとか、いろんな、プラスの面もあるでしょうし、そこはあまりなんて言いますか、バイアスをかけることなく、しっかり党内で議論すべきテーマだというふうに思います。まずは。他ございますか。よろしいでしょうか。それでは本日の会見を終わります。ありがとうございます。